足浜原子力発電所は中部電力が三重県渡来郡南東町と規制町にまたがる足浜地区への建設を計画していた原子力発電所である。2000年に計画の白紙撤回が表明され事実上計画は中止された。なお、現在も中部電力が元計画地の土地の所有を継続している。中部電力は1963年。 熊野灘沿岸への原子力発電所建設計画を公表し、翌1964年に足浜地区を候補地を決定した。しかし1966年には、地元の漁業関係者が衆議院、科学技術振興対策特別委員会の視察を阻止する長島事件が発生するなど、計画当初から反対運動が行われていた。 そのため1967年には当時三十県知事の田中里氏が計画を棚上げした。1975年には規制庁庁長選挙で原子力発電所推進論者が当選。しかし庁長は町への多額の寄付金のほかに個人的に金銭を要求した疑いが浮上して任期を全うできずに辞職。1978年1月には 業務上横領の容疑で逮捕。さらに、中部電力の調査所長も、贈愛容疑で逮捕している。この時点で、中部電力が、規制庁につぎ込んだ、寄付金等は、3億円を超えていると見られていた。町内の小学校体育館や公民館の建設費用は、中部電力からの寄付金で賄われており、金が足りなくなったら、中電に頼めという風潮が出来上がっていた。 一方で、1977年に国は、足浜地区を、要対策重要電源に指定。1984年には、三重県も、原発関連の予算を計上し、三重県議会も立地調査推進を決議するなど、建設に向けた動きは進んだ。1994年には、南東町小和浦漁協と規制町金漁協も、調査の受け入れに同意。しかしなお、 各漁協で対応が分かれていた。1996年には、南東町芦浜原発組織闘争本部が、県民81万2335人の反対署名を三十県知事、北川正康に提出した。これを受けて1997年3月に、三重県県議会は調査、建設の冷却期間を置くよう求めていた南東町の、西岸を全会一致で採択した。 同年7月に県は中部電力に対して立地予定地からの社員引き上げを正式に要請し1999年まで冷却期間となった。1999年には北側が国内やドイツの原発を視察したほか南東町、規制町から意見聴取を行っていた。2000年2月22日、北側は県議会で計画の推進は 現状では困難、白紙に戻すべきだと表明した。その理由として、計画発表から37年もの町元住民を苦しめてきたのは、三重県にも責任があるとした。また、電源立地にかかる4原則3条件を満たしていないと述べた。当時、県民の53%、南東町民の86%が原発に反対していた。一方で、 規制庁では原発推進派の勢いが勝っていた。中部電力としては原子力発電所を静岡県の浜岡一箇所に頼っているという現状があり、税が非でも足浜地区に原子力発電所を建設したいという思惑があった。しかし、三重県知事の発言を受けて中部電力社長の大田浩二は計画を白紙に戻すことを表明した。 北側は2018年の取材に対して白紙的海洋性を決断した理由について原発への賛否で地域社会が分断されている状況に心を痛めたこととバブル崩壊後に電力需要が減少し中部電力にとっても地元対策経費が負担になっていると知ったことを挙げている国は2010年までに原発を16から20基増設することを計画していた しかし1999年に発生した東海村 JC o 臨海事故と足浜原発の白紙撤回はこの計画に大きな影響を与えたと言われている。ありがとうございます。